はい、どうも、妖怪チップニップに今回もやっていきますということで、サンデーコラボじゃないよ、進撃の巨人コラボだよということでね、進撃の巨人コラボ始まりました。15日まで、15日間ですね、ぴったんこね。はい、おはじきバトルで引っ張ったやつですね。で、以上ね、今回は進撃の巨人最終決戦の、まあ期間限定イベントということでね、まあ、今回のような会話タタッと見ちゃいましたけど、はい、この辺のね会話集とか全部、はい、結構いるね。リヴァイ隊長もいらっしゃる、隊長つか兵士長かいるんで、はい、ちょっとねイベントのマップを全部、あとレア妖怪とかもね見つけていきたいと思います。あとアルミンとかね、まあ、こういう、まあ、さっき裏マップがねもう多分各マップになるのかな、もしかしたら最初と最後だけかもしれませんが、まあ、その辺ねマップもくまなくね記録として残していきたいと思います。まあ、特にアルミンとかはね、アルミンだけに限らず今回はおはじきのね、小特攻に前のイベントのね妖怪たちがみんななってるので、はい、そうだ今回なってるんでね、そうだからミカサもね、前のミカサだけどレベル上げちゃいます通常周回のね火力が上がるのでミカサもレベル上げちゃいたいかなと思います。覚醒ミカサの方だけどね、ということでミカサね、でこれねやるんですけど、まあこれもねウィスパーの説明を見ながらちょっとやりたいと思います。で今回ねさっきも言った通り特攻がこの辺のね前の妖怪がみんな特攻になっているので、 S ランクとはいえねこういう人たちもみんな強いんでね、はい、ぜひちょっと特攻生かしていきたいと思います。なんでまずはちょっとリヴァイ兵士長のね火力をお見せできればと思います。さあ今回引っ張ってビューヨンのやつですね、まあ、ウィスパーの説明を聞きながらやれば大体必ず満点ストライクが取れるので、まあ、聞きながらやりましょうか。でよいしょ、一発でズドンっていう感じですね。おはじきの強さはスキルとかね、はい、技レベルで決まりますよっていうねランクとね。でさすがねリヴァイ兵士長、小特攻だけど技レベルマックス限界突破もねしてるんで、はい、かなりね火力があるんで本当に今回ありがたいね。なんで普段の周回が楽になると同時に元気ドリンクもねゲットしやすくなるのかなっていう感じがしますかね。超覚醒ミカサ、あれ超覚醒ミカサって前の妖怪かな、今私が持っているの超覚醒ミカサかな。まあで相手が勇ましなんでね、多分種族効果で 1.2 倍があるので種族効果の方がいいのかな、本当はね種族効果アップの方がいいのかなって感じで、こっちはアルミンで、で元気ドリンク貯めていきましょうっていうところですね。で覚醒ミカサは40になったら交換できますけど、これねもう持ってるやつでね、はい、今ね使ったやつですね、レベル上がってという感じで、はい、このイベントもしっかりやっていきましょう。裏マップはみんなかな、一応今回の特攻がすごいんですね、それはまたお湯かな。おはじきキャンペーン、あ、なんかデザインが変わった。で新妖怪たちね、こんな感じで、そうだな、やっぱエレンかな。まあでもこの辺今回みんな小特攻になっているので、以前のね妖怪たちが、なので
新妖怪も欲しいですけどね。以前の妖怪も私今回ね、あのエレンとかもね、はい、技レベル4なんですけど、これもマックスにいい機会だからしちゃおうかなっていう感じでやっていこうと思っています。ミカさんもね、技レベル上げて、なるほど、やっていければと思ってます。はい、じゃあすいません、よろしくお願いします。いいね、小特攻。はい、そしたらボス戦いきましょう。ジャンさん、エレンを止めに行くのに、まあ、ジマニャンがな、助けてくれたらいいんだけどな、現実は厳しいよな。ということでいきましょう。ジバニャンが助けてくれたらな、本当。さあ、ジャンは覚醒ジャンの方ですね。なんかこのクニクニのジャンは金持ちの嫌なやつっぽい感じの国ってますね。ということで、あー、しまった、サイズ7忘れてました。一つコインゲットで、今アルミン育成中ですね。追加アルミンかな。はい、ということでマップの奥へ進むと、ということで、ただ敵は巨人ということで、リヴァイ兵士長の、はい、隠されたルートが解放された、達成、ステージ13をクリアで裏ルート解放です。これは多分みんないるんでしょ。いたー、すごいでっかい。おお、懐かしいね、必殺技無効化。まあ、これはちょっとまたやりましょうかね。ちっちゃいのがミカサですね。ミカサ最終決戦なんだな。 SSS、この辺もね、おお、ライナーですね。あれ、最初の巨人出たの誰だったっけな、最初ライナーだっけ。さあ、これが兄ですね。これは ZZ、 そしてこのでっかいのはジークかな。おお、違った、アルミンの方でした。という感じで、まあちょっとこれはまた別途やっときましょう。これもまあ必要ですね。はい、じゃあ次行きましょう。蝶のねマップもくまなく見ていきましょう。なんかね、おはじきはレベルと技スキルが重要だよって。今回のリヴァイはあれだな、選べってね、うん、あ、いつものセリフですね。でこっちは強気なジバニャンですね。ジバニャン A かな。はい、隠しステージもあって、ライナーもいますね。最後ね、アルミンを生かすってやつの、まあでも最終だからちげえか。はい、じゃあこのマップもやっていきましょう。はい、そしたらね、エルミンもせっかくなんで、あ、アルミンだ、エルミンって誰だよ。まあ、これも見ちゃいましょうかね。あ、しまった、極土の子入れるの忘れた。まあいいか、一応ねアルミンポカポカなんで、一応不思議ってやってますけどね。一応ね、いつものパターンだと持続効果が 1.2 倍出るんで、うん、まあこういうね優位種族使った方がいいパターンは多いんですけどね。大した火力ない、1000いかねえんだな。なんか火力控えめって感じですね。あ、そう、あ、これだと不思議だけでも特攻なしでも3万ぐらい火力はフルパワーでねいけそうですけどね。はい、という感じで難易度上げてみようって感じのコメントが出ましたね。ステージ15でね、これは土の子ライトですね。今回の残念ながらもうみんな持ってると思うんですけど、土の子ライトですね、今回の
レア妖怪ね。はい。まあ、今回はね、こういう、進撃の巨人のキャラ、マップが多いから、それ以外は出るのかな。はい。まあ、本当に土の子なんで、あんまり出ないんじゃないかなって感じがしますけどね。一応今回ね、レア妖怪は、土の子ライトです。ステージ一応15で出たけど、うん。まあ、他にもね、出るとこあると思うんで、まあ、もしね、出たらね、コメントなどで教えてください。はい、そしたらボス戦いきましょう。お、リヴァイさんですね。兵士長どうしたんですかね。まあ人類を救った、まあ主人公みたいなもんだよな。ということで、しかし使うのは俺さんって言います。いやーでも俺覚醒ミカサがさ、おはじき特攻だと思ったんだけど、違ったんだな。もうそれは超失敗だ。レベル上げて、ワイポイント使っちゃったよ。超もったいないことしてしまいました。ああ、本当にミスですね。さあ、ということでね。気候帝の修理。こういう時、ウサピョンを呼んだ方がいいんじゃないかな。修理といえばね。ということで、最終決戦ね。5個、キュービーがいる。はい。キュービーがなぜかいる。ボス、くるっと回るマップかな。はい。ライナー、オロチがいる。なんか妖怪ウォッチ側もなんかあれですね、うん、生きろってね。あーすごい、なんか逃げてますね。はい、じゃあこのステージもやっていきましょう。あれ、はい、フィニッシュということでね、なんか知んないけど、こんなとこにね、リボーンがいるんですけど、なんとね、そうデビスということで、飛行艇を直すいい方法を思いついちゃいましたということで、お友達のリボーンを呼びましょうということでね、豪傑召喚、豪傑、完全無欠の大集結。ということで、リボンが呼びやられて、妖怪を召喚する力を持っている。リボンお願いだっていうことでね、リボンが超重要キャラとして登場いたしました。さあ、飛行艇を直してくれるんでしょうか。はい、そしたらラストボス戦いきましょう。最後はね、覚醒判事。坂口判事。若林、あ、違った、それ坂口健二だ。29,000、敵じゃないね。あ、 G にしちゃった。はい、というわけでね、マップがこれで終わりになります。今回ね、隠しステージがなんかすごいおまけのような、ヒットポイントめっちゃ高いみたいなね、そんな感じでしたね。さあ、リボンの修理が終わりました。早く乗るボーンということで、なぜかリボンが大活躍。ウサピョンじゃないのっていうね。修理は今回ケータキュンがいないね。はい、ステージ45クリア達成。隠されたルートが解放されました。裏ルート解放です。じゃあ最後これ見てちょっと終わりにしましょうか。ということで、終尾の巨人エレンということで、めっちゃでかい、私たちを遠ざけないでってことね。これね、うーん、最後スパッといっちゃうんだよね。うーん、いやー、ほんとプニプニで、ジバニャンとウィスパーが邪魔だよって感じになってきてるな。ということで、今回もね、封印があって、おはじき10回必要ですね、今回。10回パターンですね。12回じゃないっていうことで、まあ、いつものパターン。コラボだとこんなもんかな。まあ、じゃあ一応ちょっと1回、この骨骨骨を。さあ、ヒットポイントいくつ？
841万か。肉、今回人間が多いから肉好きが多いですね。うん、なんかそんな感じですね。さあ反撃は18000ということで負けちゃって、まあ今回ね特攻は2体、まあおそらくアルミン追加妖怪がねアルミンになるのかな。はい、アルミンのあの変身してる方ね。あ、ちげえか、兄の変身してる方か。まあちょっと分かんないですけど、はい、もう1体おそらく追加なんじゃねえかなという感じで、はい、ちょっとねこの辺は頑張ってね、エレントリプルゲットをちょっと今回目指していければなと思います。レア妖怪は土の子ライトだったかな。はい、じゃあ今回こんな感じしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、ウィスパーがこんなちっちゃいということでね、うん、エレンの大きさを表してますね。はい、すいません、これ飛行機か、飛空艇、また会いしましょう。さよなら。